商品レビュー専門、タオトロニクスの提供です。車でスマホをマウントしたい。スマホ用のカーマウント。なんかかっこいいのがあるの。やっぱし車、車内のドレスアップとか重要だから、あんまりかっこ悪いものつけたくない。まあそう言うとつけない方がいいですね。クラシックカーとかビンテージカー。そもそもスマホがなかった時代のものですから、スマホなんか合わないんですよ。あと最新式の車でもスマホがついてると、あなんか見た感じ悪いな。そうなっちゃうんですよ。 あの、いろいろ車見てて、純正でスマホマウントって付けないんですよね。もうこの時代だったら付けてもいいと思うんですけど、付けない。まあデザイナーが嫌がってるのかな。そんなところかもしれないですね。だからスマホマウント。かっこいいものじゃなくて、使いたい時に使って、使わない時にはすぐ脱着してグローブボックスにしまう。それが一番だと思います。それ今回提供いただきましたタオトロニクスのカーマウント。これは脱着は非常に楽ですね。まずエアコンに挟み込む部分。レバー付きですね。 差し込んでこのレバーを倒すだけで固定されます。外すとき、レバーを立てるだけですね。すごく簡単ですよね。スマホを固定する側、後ろのボタンを押すだけでワンタッチで開きます。あとは挟む。これだけですね。車から降りるとき、後ろのボタンを押してスマホを外す。一時的に降りるときはこれ付けっぱなしでいいと思います。それ戻ってきたら、スマホを当てて挟む。これで固定される。あとは信号まひとかで着信があった、メールがあった、手元に見たい。その場合、 固定されているもののこのレバーを起こす。これだけで引っこ抜けます。まあ、このまま使ってください。まあ、なんとか使えるんじゃないですかね。そして走る時になったら差し込んでこのレバーを倒す。これで固定されますね。そして車でスマホを使わなくなったらボタンを押してスマホを外す。そしてレバーを起こす。これをグローブボックスの中に置けばいいですからね。脱着は簡単ですね。スマホ側の脱着も簡単。車側の脱着も簡単ですね。このレバーを起こすだけですからね。角度調整もできますね。このエアコン取り付け型にしては柔軟ですね。 角度調整と回転できます。まあ、回転するとき、後ろを緩めないといけないですので、ワンタッチってわけにはいかないですね。停車中とかに行ってください。車への脱着はレバーでワンタッチでできる。今までなかったカーマウントじゃないですかね。スマホを車で使うときは仕方ないけどつける。使わないときには外す。車の最高のドレスアップって、純正のまま使うことなんですよね。意外に一番美しい。何か色々物をつけると、ごちゃごちゃする。その中の一つがカーマウントなんですよ。だから使わないとき、 ワンタッチで外してグローブボックスの中に入れときましょう。これで解決ですね。非常にシンプル。わかりやすいんじゃないですかね。タオトロニクスの提供。商品レビュー専門でした。